1990年代後半に大ブレイクしたPUFFYのメンバーである吉村由美さん、音楽活動以外にも映画出演などマルチに活躍しています。今回は吉村由美さんの元夫である西川貴教さんとの結婚の馴れ初めや離婚理由についてお伝えします。第一章、吉村由美の元夫は西川貴教。吉村由美さんの元夫は西川貴教さんです。西川さんは TM レボリューションとして活動しているソロシンガー。圧倒的な歌唱力と関西人ならではのトーク力でマルチに活躍する人気アーティストです。吉村由美さんと西川貴教さんが結婚したのは1999年のこと。PUFFYも TM レボリューションも人気絶頂の頃だったので、大物アーティスト同士の結婚は世間を騒がせました。しかし3年後の2002年に離婚を発表。1990年代後半を代表する大物アーティスト同士のカップルは短命に終わってしました。離婚後も良好な関係は続いているようで、二人でご飯を食べに行ったりすることもあるようです。西川貴教さんといえば、ダウンタウンとの絡みなどに代表される面白いトークも魅力のアーティスト。離婚後に吉村由美さんと番組で共演した際はユーモアを交えながら仲睦まじい姿を見せてくれました。元夫婦ならではの独特の空気感は視聴者にも好評だった模様。これからもどんどん共演して当時の面白いエピソードなどをたくさん聞かせてほしいですね。第2章、西川貴教との結婚なれ初めは、相川七瀬が関わっていた。吉村由美さんと西川貴教さんとの結婚なれ初めには、相川七瀬さんが関与していたそうです。3人に共通しているのが、1990年代後半に大活躍したアーティストであり、関西出身だということ。西川貴教さんは滋賀県出身。地元に対して特別な思いがあるようで、2009年以降、毎年9月に稲妻ロックフェスを開催しています。生まれ育った場所への恩返しとして始めた、この野外フェスは2023年現在は滋賀県を代表する一大イベントにまで成長。その集客力の高さは海外からも注目されています。また、吉村由美さんは大阪府寝屋川市出身。地元では有名なヤンキーだったらしく、周囲から恐れられる存在だったそうです。相川七瀬さんは大阪府大阪市出身。1996年に夢見る少女じゃいられないでデビュー。ハードでやんちゃなイメージで一躍人気アーティストとなりました。吉村由美さんは相川七瀬さんを見て自分と同じヤンキー臭を感じ取ったそうです。目があったのに挨拶しなかった。態度が生意気だったなどと因縁をつけて喧嘩になったこともあるとか。しかし同居ということもあり次第に仲良くなっていきます。そして、相川七瀬さんは、当時から西川貴教さんとも交流があったそうです。出身地が近くデビュー時期も同じとなると、仲間意識やライバル意識があったのかもしれません。吉村由美さんは、相川七瀬さんと通じて、西川貴教さんと出会ったとのこと。関西出身、かつデビュー時期も近かったことで、3人はあっという間に打ち解けたそうです。もし、相川七瀬さんがミュージシャンの道を志していなければ、二人は知り合うことすらなかった可能性があります。そして、関西出身者でなければ、吉村由美さんと仲良くなることもなかったかもしれません。様々な偶然が重なったことで、1990年代後半を代表するアーティスト同士の結婚が実現したのですね。第3章、吉村由美には子供が一人いる。吉村由美さんは2009年に再婚しています。お相手は一般人男性で、六本木に店を構える飲食店のオーナーとのこと。倖田來未さんの元彼氏とも言われており、相当なイケメンだそうです。吉村由美さんは、この再婚相手との間に男児を授かっています。出産されたのは2012年8月、よって2023年には11歳になっています。一般人のため、写真は出回っていないようですが、イケメンと美女の間の子供なので、きっと息子さんもイケメンでしょう。吉村由美さんも息子の将来について特に言及していないようで、母と同じく音楽の道を進むのかも不明です。もしミュージシャンとしてデビューするのであれば、母と息子の共演を見てみたいですね。第4章、吉村由美の離婚理由まとめ。吉村由美さんは2度離婚を経験していますが、2度とも離婚理由は異なるようです。西川貴教との離婚理由はお互いのため、西川さんとは1999年に結婚、2002年に離婚しています。離婚の理由はお互いの活動に口を出すようになってしまったためとのこと。結婚当初は同じミュージシャンということで、お互いを最大の理解者と感じていたそうです。しかし、どれだけ気が合う者同士とはいえ、それぞれ一人の人間です。全く同じペースで行動することはできません。結婚生活が続くにつれ、それぞれ自分の音楽活動に口出しされるのが嫌になってしまったようです。結果2002年に離婚してしまいますが、お互いに対して悪い感情は持っていなかった様子。西川貴教さんと吉村由美さんは同じ関西出身。性格が合うなど、人間として相性が良いところがあるのでしょう。同時期にデビューしたミュージシャン同士にしかわからない特別な感情があるのかもしれません。再婚相手との離婚理由は、すれ違いの可能性大。2009年に再婚した一般男性との離婚理由は、すれ違いである可能性が高いです。吉村由美さんは、世界を股にかける人気ミュージシャン。旦那さんも、六本木に飲食店を構える、名うてのオーナーです。お互い仕事が忙しく、すれ違うことが多かったとのこと。価値観も合わなかったらしく、喧嘩することも多かったそうです。結果、吉村由美さんが妊娠中にもかかわらず、旦那さんは家を出てしまいました。出産にも立ち会っていないようで、子供が生まれた時点で、ほぼ離婚は確実だったのでしょう。出産から1年後の2013年、結局、夫婦仲は改善することなく、離婚に至ってしまいます。西川貴教さんとは、離婚後も番組で共演するなど、仲睦まじい姿を見せてくれる、吉村由美さん。しかし、2度目の結婚相手とは、離婚後どのような関係なのかは不明です。ご視聴ありがとうございました。